ダイノマックスバージョン1.5ダイノマックスとは、タイトーが制作したマス型プッシャーメダルゲーム。2007年春に発売されたが、その後ミニゲーム追加や様々な問題点を改良されたバージョンアップ版が2007年冬に発売され、2008年には大幅にゲームルールなどの仕様を変更したバージョン1.5を発売する。発売当初は、 ダイノキング2が発売されて長らくこのゲームの続編が作られておらず、公式ホームページでのキャッチコピーにダイノキングがダイノマックスに進化と記述されていたので、シリーズの正当な続編かと思われていたが2007年のアミューズメントマシンショーにてダイノキング3の筐体が正式に出展されたため、ダイノキングシリーズに関連した別の恐竜物作品として定着する。 なおこの記事は、旧バージョンを元に書き新バージョンでの変更点は、下記で記載する。ダイマックスの筐体は、ダイのキングシリーズとは違い新たに設計されている。メインゲームモニターには、反射式透明モニターが重ねられ、ゲーム画面で立体的な視覚効果を得られる。筐体上部には、ティラノサウルスの化石、トリケラトプスを模した大型のオブジェクトが配置され、 それぞれエクストラチャンスゲーム、ジャックポット時のメダルの大量払い出しに使用される。使用基盤は、対等タイプ X。プッシャーにある、スタートチェッカーにメダルを入れることで、メインゲームモニターのスロットが回転し、絵柄が3つ揃うことで、メダルの払い出しや、各フィーチャーが発生する。また、エッグチェッカーにメダルを入れることで、プロペラ横のエッグメーターが上昇し、メーターが、10。 30、50、70、90になると、恐竜卵発見ゲームが発生し、100になると、筐体中央でのボーナススロットでの抽選が、スタートする。液晶画面のスロット絵柄は、1から7、EX の8種類があり、それぞれの絵柄とスーパーリーチの内容によって、発生する、払い出し枚数が異なる、なお EX のシンボルは、 プレミアムリーチ発生のもとでしか現れないためを目に書かれる機会は非常に少ない。旧バージョンでの配役の強さは、緑色表記の1、4、6青表記の2、5赤表記の3、7となっている。スロットの数字と恐竜のシンボル恐竜シンボルからのミニゲーム通常スロットあたり発生後の恐竜化石発掘のミニゲームでゲーム画面右上に表示されている。 必要枚数を集めれば発生する。払い出しは、中央のトリケラトプスが正面を向き構内で200枚、貯めた後放出する。払い出しが終わると、次のジャックポットに必要な化石のノルマが表示される。発生条件は2つある。エクストラジャックポットが発生すると、筐体上部のオッズの枚数分トリケラトプスの口から払い出される。 払い出し方法は最初と最後の200枚ほどは口に溜めて一気に放出だがその間は1枚ずつ放出される。このゲームでは複数のターミナルがプレイされている状態だとターミナル競争ゲームやターミナル協力ゲームが発生することがある。BGM の作曲はズンタタのオグラツネイヨシ。楽曲は死のアルバムオーパーツに収録されている。 ありがとうございます。